こんにちは、フリーステッチの田村です。今日はフリーステッチのイベントを盛り上げていただいている出展者の方にお話を伺いたいと思います。 M スタジオの岸田様です。どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかけください。はい、失礼します。失礼します。M スタジオさんはワンちゃんと過ごす時間をより豊かにするようなお洋服やアイテムを提供されています。今回はそんな M スタジオさんをご紹介するためにインタビューをさせていただきます。それでは早速ですが、最初の質問に移らせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはじめに、パグちゃんのためのお洋服を作ろうと思ったきっかけや店舗を立ち上げた理由をお伺いしてもよろしいですか？はい、うちはちょっとワンコが3匹なので、はい、まあ節約のために始めました。初めは、で私がもともと建築士で設計の仕事をしてたんですけれども、はい、どうしても仕事で、お休みが取れなかったり、あとはうん、仕事から帰ってくるのが遅くなるので、まあ、ちょっとこの子たちと一緒にもっといてあげたいなっていうのもあって、まあもともとは設計で独立と思ってたんですけれども、取り急ぎちょっとワンコたちと一緒に遊ぼうと思いまして、犬のラインを先に始めたような形がきっかけになります。はい、ありがとうございます。はい、パグちゃんの体型は他の犬種と違い丸みを帯びたような体型をしていますが、お洋服を作る際に工夫していることはありますか？割となんかこのユーザーさんから、首のサイズ、胴のサイズ、着丈っていうような形でご指定いただいて、まあ、それに合わせて、セミを出すような感じで作ることが多いんですけれども、はい、そうやってお聞きすることでなるべくその体型に合ったものをご提供できるようにしようかなということで、そういった形でやってます。はい、ありがとうございます。インスタグラムにて様々なデザインのお洋服を拝見させていただきましたが、季節によって材質やシルエットなどどのような部分にこだわって作成されているのでしょうか？まず、布地に関しては割と他の作家さんがチャレンジしないような、布地に挑戦していまして、うん、割とこうちょっと縫うのが難しいような布地が多かったりするんですけれども、はい、他のショップさんと少し違ったものが作れるようにっていうことと、あとは染色、草木染めがメインなんですけれども、染色した布地で、お洋服を作るようにしています。はい、ありがとうございます。はい、パグちゃんと生活されているオーナー様で、慣れるまでお洋服のサイズ選びに戸惑ってしまう方もいらっしゃると思うのですが、うん、選ぶ時のコツはありますか？まず首に引っかかるような、うん、首サイズと、で長すぎないもの、うんうん、そういったものをちょっとまず選ばれるのがいいかなと思います。はい、で、まあ、長すぎないように胴回りをってなると、ちょっとやっぱり規制だと難しいので、割とハンドメイドのお洋服に頼られる方も多いかと思うんですけれども、うん、そこのご要望になるべく応えられるように今後もやっていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。続いて最後の質問になります。はい、今回このパグミートアップにてご紹介されている商品の中で、ぜひこれは見てほしいという一番のおすすめ商品をご紹介いただいてもよろしいですか？はい、結構もう出てしまってるんですけれども、はい、今ちょっと着てる、藍染めの、タンクトップです。でこれは発色剤と色止め剤をしっかりつけているので、着せてみると思ったよりも可愛いので、はい、ぜひこのラインを見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。はい、M スタジオのことをもっと知りたいという方はパグミートアップのページよりご覧いただけます。気になった方はぜひチェックしてください。これからも一緒にイベントを盛り上げていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。